今の決まっちまってるしぐれに何言っても無駄だぞ、歌唱。こうなっちまった以上は、もう腹くくるしかねえし。うんうん、わかる。その気持ちよくわかるよ、お姉ちゃん。今お姉ちゃんの気持ちが一番わかるのは僕だもん。まあ、せやな。んなこと言われても、なんて返事すりゃいいかわかんねえけど。大丈夫、姉妹だもん。何も言わなくていいよ、お姉ちゃん。まあ、だったらそれで。あずちゃんもなっちゃんも、歌唱さんの恋猫になっちゃうなんて。ちょっと羨ましいですね、めいちゃん。あ、なんでそこで私に振るわけ？別に私は羨ましくなんてないわよ。そういうの興味ないし。またまたそんなこと言っちゃって。めいちゃんだって、お年頃の猫なんだから。ね。その、お年頃の、猫にゃんだから。そんな、めいちゃんが、普段クールぶってるめいちゃんが。ダメ、めいちゃんがそんなエッチにゃことにゃんて。シナモン、震わっちゃう。あんたのそういうとこ、ちょっと引くわ。本気で。うぅ、お主人様、おはようございます。何？この盛大なお祭り。もしかして、また私たち、乗り遅れた系？この祭りに乗り遅れるとは何事ですか？先輩猫として、もっと兄様を虜にする膨張術とか教えてあげなさいな。膨張術？何それ、どういうこと？私知ってる。なんかエッチなやつ。にゃはー。しぐれちゃんは朝からエッチだにゃー。お姉ちゃん、やっぱり同じ人を好きになるって姉妹だよね。なんか嬉しいよね。そんなところも一緒なんてさ。いや、まあ、そういうもんじゃねえと思うけどよ。まあ、そういうもんでもいいや。この際。で、ココナッツ、あずき、兄様の寵愛は、どのような感じだったのですか？そこのところは、ぜひ詳しく聞かせていただかないと。そんなの恥ずかしくて言えないよ、しぐれちゃん。そんなの人に話すもんじゃねえし。てか、私ももう何も言えねえからほっといてくれ。ああ、もう、ちくしょう！惚れたもん負けってこういうことか！ココナツもあずきも、良きかな、良きかな！その女の顔も、たまらないものですよ。みんなで仲良しは嬉しいですにゃー。でも、ご主人様の生産猫は、ショコラですよね。私はショコラと同率1位で我慢してあげる。ご主人はほんとエロパティシエだからしゃーない。ほんとしゃーない。困ってるご主人様かわいいにゃ。私たちは猫なんだから、そんな浮気がバレたみたいにきょどらなくていいのに。ねえ、めいちゃん。ひょっとするとなんだけどね。このまま順番的に言うと、やっぱり次は私とめいちゃんになっちゃうのかな。何よその順番って。私をそんな安っぽい猫みたいに言わないでくれる？いや、でもだよ。むしろ、みんな一緒もいいなって思わない？バカ言ってんじゃないわよ。思うわけないでしょうが。私から惚れて、都合のいい猫になるなんて、まっぴらごめんだし。私も、ネットで得た知識ですが、いろいろと教えてあげないとですね。そんなんいらねえから、もうほっといてくれよ、マジで。でも僕、ちょっとだけ興味あるかも。でもだよ、めいちゃん。だからしつこいっつーの。もう。ご主人様、ショコラのこともゴロゴロなでなでしてくれなきゃ嫌ですよ。私も忘れてもらっちゃ困る。猫は割と寂しがり屋だったりもする。さあ、より水無月の絆も深まったところで、本日もソレイユ、開店しますよー。